こんにちはシネマグチャンネルへようこそ。今回は日本を代表する映画監督、黒澤明について紹介したいなと思います。まあ、プロフィールとですね、まあ、経歴は結構濃くなると思いますけれども、あと視聴方法について紹介したいなと思います。まず、プロフィールですけれども、名前は本名ですね。で生まれたのが、ね、1910年3月23日で亡くなられたのが1998年9月6日ということで、88歳ということで、ちょっと前に紹介したチャップリンと同じ88歳ですね。で、生まれも亡くなられたのも東京都でですね。 肩書きとしては映画監督であり脚本家であるとで家族なんですけれども奥さんがですね女優だった矢口陽子さんですねでお子さんに、まあ、黒澤久夫さんとか黒澤和子さんとかですね、まあ、俳優とかデザイナーやってるような人たちもいますと、まあ、いうところですね。 では、経歴の方ですね、簡単に紹介します。生、まあ、い立ちについて、も簡単に触れておくとですね、中学を卒業した頃ぐらいは、まあ、画家志望でやってたんですけれども、まあ、見切りをつけてですね、まあ、映画界の方に飛び込んでいくということで、1936年にですね、PCL 映画製作所っていうです、ね、でこれ、後にですね東方に吸収される会社ですね、まあ、これのですね助監督のオーディションですね、倍率はま100倍ぐらいあると言われてのを難関の資金にですね、なんと合格をしてですね入社をするんですね。でその後具体的な作品でよって1938 年にです縁本梶郎のですね作品のですね制作主任を務めたりして、まあ、徐々にシナリオとかも書いていくんですね、まあ、それでですね1941年ですね、まあ「馬」っていうこれ作品のまあ制作主任をするんですけれどもその時にですねキャストだったです、ね、高峰秀子ですね、まあ、彼女と恋に落ちるんですけれどもまあそれがバレてしまってですねまあ、破談させられてしまうというですね、まあ、悲しい話があるということがちょっと知られてますよね。 それ1942年には、まあ、山本薩雄監督のです、ね、翼の外科の脚本とかを担当してで1943年にです、ね「姿三四郎」という映画で初監督を務めるんですね。 でこの映画ではですね新人賞に当たるですね山中沙太郎賞というのをもらうというふうなことが言われてますね、まあ、この映画はですね、まあ、藤田進が主演でですね、まあ、柔道の映画ですよねで後にですね65年にリメイク版があってですね、まあ、この映画では加山雄三とかですね三船敏郎とかが出ているということが知られてますよねで、まあ、この映画がヒットしたことによってですね、まあ、黒澤の評価はですね一気に高くなっていってですねもう早速監督2作目一番美しくっていう映画を撮るんですね、まあ、この映画にですね後に結婚する奥さんの矢口陽子さんが 出てらっしゃるととと脚本作品では土俵祭りりいうものものありますとでそれからです、ね、日本が敗戦を迎えるです、ね、1945年にですね、まあ、脚本作品が一つあった後にですね「え俗姿三四郎」というです、ね、43年のデビュー作の続編を撮るんですけれども、まあ、まああんまりうまくいかなかった感じですよねそれからですね1945年の8月にですね撮ってた映画があるんですねそれがこの「虎の王を踏む男たち」というですね勧進帳をです、ね、あの題材にした映画ですね まあ一番印象に残るのはですね、江ノ江ノ本健一だと思いますけれども、まあ、この映画ですね、進中軍にいたです、ね、ジョン・フォードっていう映画監督がですね、まあ、見学に来てたことがですね、後にジョン・フォードの口から知らされるということがですね、まあ、有名ですよね。まあ、本当に戦争が、ね、こう終わる段階のところで映画を作ってたっていうのはですね、まあ、驚くべきことではあるんですけどね。それから戦後ですね、1946年にですね、我が青春に悔いなしという映画ですね。 まあこれは原節子が主演した映画でですね同時に新人監督の作品があったためにですね結構あの話の筋書きは変えられてしまったようなことがあるんでですね、まあ、後のこう農村にいるです、ね、原節子のあの感じとかっていうのは、まあ、結構その映画会社に対する不満っていうのをです、ねまあ、表現したっていうふに言われてますよね。まあ、それから1946年はですねこの三船敏郎との出会いっていうのが重要ですよね。 三船敏郎はですね戦争に参加していてですね、まあ、終戦とともに帰ってきて、まあ、彼はですねカメラが好きだったので、まあ、この撮影の仕事で映画会社に入ろうとしてたんですけれども、まあ、手違いでですね俳優の方のオーディションに入ってですね、まあ、それをですね見た高峰秀子がですねあのすごいのがいるって言って黒澤明にですね連絡をしたていう時がそのこの「東北のニューフェイスのです、ね」の、まあ、オーディションの時だったんですね。 でまあ、彼は残念ながら俳優の方で落選するんですけれども、まあ、それを見たです、ねえー、黒澤明がですねなんとか彼を入れてくれってことでなんとかです、ねまあ、入社をすると、まあ後でカメラの仕事をさせるからみたいなことを言ってですねなん、まあ、とか入社をさせるというふうなことがあったと言われてますよねでその三船敏郎の第一作になる作品というのがあってです、ね、この「銀霊の果て」っていう作品で、まあ、脚本をですね黒澤明が担当するんですけれども、まあ、谷口千吉の監督作品であの三船敏郎はデビューするんですね、まあ、それかららこの年にはは黒沢自身は素晴らしき日曜 という映画を監督してるんですけれども、まあ、非常に戦後のですね貧しいカップルのですね様子っていうのが生々しく描かれていますよねでそれからこの映画で一番有名なのはあの終盤にね観客に向かって呼びかけるっていうシーンがありますけども、まあ、日本の観客は反応しなかったらしいですが海外の観客はちゃんと反応したみたいな話が残ってますよね、まあ、それから1948年にはですね「酔いどれ天使」という映画がありますけれどもこの映画でようやくというかですね三船敏郎ですね黒澤作品に初起用するということでですね まあ非常にこうね、役座役でですね、印象に残る演技をしてましたよね。まあ、それから木下圭介監督作品の肖像の脚本なんかも手掛けてると。そして1949年にはですね、まずこの静かなる決闘ですね。まあ、この頃ですね、東宝葬儀って言ってですね、まあ、東宝の中でまあストーが結構ですね、繰り返し起こっててですね、なかなか安定して東宝の中で映画を撮れる状態じゃなかったというようなことが言われてまして、まあ、この静かなる決闘という映画ではですね、大英で撮ってるんですね。で、この映画はですね、あの三船敏郎がまあ医師の役でですね、 まあこういろんな治療をやってるんですけれども、指を怪我したことによってですね、梅、ま、毒、あ、にかかってしまうと、まあ、それを隠しながら治療していってですね、胸に迫る思いをする映画が、この静かなロケットですね。まあ、それからですね、同じ年には、野良犬ですね、まあ、この映画は新東宝で撮ってるんですね。まあ、この映画の午前10時の映画祭でもやりましたけれども、まあ、三船敏郎が刑事役でですね、まあ、銃をなくしてしまって、まあ、その銃のですね、 行く先をですね探していくというふうなんです、ねまあ、筋書きですけれども、まあ、この映画であと有名なのはですね、まあ、終盤のですね、まあ、あのちょっとしたアクションシーンとかで、まあ、結構ねこうサスペンスフルな場面なんですけども流れる音楽がですね非常にこうサスペンスとはですね正反対の緩やかな音楽を流すというですね、まあ、対比の手法とかをですね用いたことも有名ですねあとこの映画のですね、まあ、序盤から中盤にかけてですね、まあ、闇市みたいなところですねく場面というのがですねあるんですけれどもその場面はですねあの 時にですね、東方でゴジラを撮るですね、本田一郎がですね、あのゲリラ的に撮ったって話も知られてますねで。この映画はですね、73年にリメイクが作られてですね、あの森崎東監督がですね、渡哲也主演で撮ってるということも知られてますね。でそれ以外に49年でいうとですね、地獄の貴婦人の脚本とかですね、あとは谷口千吉の監督作品のジャコマンド鉄っていう映画の脚本も手がけているということが知られてますね。ということで、まあ、非常に40年でもですね、非常に濃いですね、まあ、経歴をですねまあ 着実黒沢明ですけれども、まあ、50年代がまあ彼のですね、まあ、本当に絶頂期になるわけですけれどもその50年ですねまず最初に撮った作品っていうのがこれ「秋分」って書いて「ですねスキャンダル」って呼ばすんですけれども、まあ、この頃もですねまだまだ東方葬儀の流れの中なので松、まあ、竹で撮った映画なんですけれどもですね、まあ、非常にこう戦後のですね、まあ、日本にあってですね、まあ、カタカナの読みの言葉だったりあとはですね まあ見船川ね乗っているオートバイとかですね、まあ、非常にこう、ね、横文字がです、ね、並ぶようなまあ映画ですね、まあ、まさにスキャンダルって内容の映画ですよね。 でそれからまあこの年で一番は芦モンですね、芥川龍之介のですね芦モンとか、藪の中っていうのをです、ね、題材にしたですね映画を、ですねこれ、ダイエーで撮ってるんですけども、まあ、当時のダイエーの社長の永田正一は、こんな内容全然わからんみたいな話も言ってたりとか、あるいはまあ予算がないとかって言ってですね、まあ、結局、ベネチア国際映画祭に出展されたんですけれども、まあ、その時にスタッフも誰も行かせなかったんですね。そしたらですね、ベネチア国際映画祭の金獅師匠ですね、まあ、いわゆるトップの賞ですね、これを取ったんですね。 でですね、まあ、誰も来てないからですねこの映画祭に渡す人がいないのでこの映画祭の近く歩いてたベトナム人にですね渡したっていうことがですね、まあ、記録として残ってるんですね、まあ、それから同時にですねアカデミー賞の名誉賞ですねこれは当時でいうところの外国語映画賞になるんですけれどもこれを受賞したということがですね知られてますねでまあ非常にこのね、まあ、羅昌門のこのやり口っていうのはですね、まあ、リメイクなりですねオマージュっていうのはいろんな形でされててですね、まあ、リメイクでいうと正式なものでいうとですね1964年ですねハリウッドの方でまあ テリッド監督ポール・ニューマン主演でされてますし、まあ、このですね、まあ、いろんなですね、登場人物が一つの事実についてこう語っていくというスタイルは、ですね、まあ、後のハリウッドで言っても、ですね、例えば戦艦の勇気とか、ですね、あるいは閉ざされた森とか、まん、あ、まあです、ね、あの引用されているような映画もありますよね。 で同じ年にですね、まあ、谷口千吉のですね、赤月の脱走とかですねあとはですね牧野正弘監督の立石段平の脚色とかも手掛けてますねそれから1951年になるとですね白地ですね、まあ、この映画はでで撮ったんですけれども、 黒沢明はですね、結構ロシアのですね、まあ、小説とか戯曲とかですね、まあ、かなり好きでですね、まあ、これは非常にやり,やりたかった企画らしいんですけれども、まあ、ドストエフスキーのですね、まさに白痴っていうものをですね、映画化したんですね。ただですね、まあ、このドストエフスキーのですね、白痴っていうのをですね、舞台を日本の札幌においてですね、撮ったんですね。ただ当初のですね、まあ、フィルムだとですね、4時間半ぐらいになるんで、前編後編に分けたいって話だったんですけれども、まあ、結局ですね、まあ、カットするようにっていうふうに会社に言われてですね、最終的にはですね、2時間4らい。 40分ぐらいのバージョンにまとめられてしまったということが言われてますね、まあ、それからまあ同じ年にはですね谷内千吉の愛と悲しみの彼方への脚本とかですね大曽根達夫監督の獣の宿の脚本も出かけてますね、まあ、そして1952年ですねこの年はやっぱり生きるですね まあこれは本当にも黒沢の代表作の一つにもなりますけれども、まあ、この映画はですねあの三船敏郎が出ていなくて志村隆が主演ですね、まあ、役所のです、ねまあ、市民家のですねに、まあ、中年のおじさんを演じる志村隆なんですけれどもがん、まあのためにですね余命がいくばくもないという状況で、まあ、生きるっていうことを考えるべくですねいろんな若い女の子だったりとかあるいは伊藤雄之助演じるキャラクターとかにですねこう影響を受けつつですね まあ最終的にこうクシの仕事をですね、全うしていくっていうところの話ですよね。まあ、本当に日本人なら一度が見るべき、まあ、黒沢の名作をですね。まあ、それから同じ年にはですね。 脚本作品を2つ出かけてますねそして1953年には谷口千吉のまた脚本を担当し54年にはですね七人の侍ですねまあこれも本当に黒沢の代表作の一つですねまあノブにですね荒らされている農民がですねなんとかそれを守るためにですね用心棒として侍を雇うということで町に出てですね色の侍をですね集めて7人集めてですねまあその侍がノブ氏とですね最後戦うという風なところの映画ですけれどもまあ本当にこの七人っていうねところがですね 後にいろんなプロットとしても引用されましたし、まあ、なんかこう人を集めるみたいな、ねまあ、下りとか、まあ、そういうものもです、ね、後の映画にいろんな影響を与えた名作ですね。 でこの映画はですね、ベ、まあ、ネチア国際映画祭の銀次賞ですね、まあ、監督賞にあたる賞を受賞したということで、海外でも非常に評価の高い作品ですね。で、まあ、リメイクで言うとですね、まあ、例えば1960年の「紅葉の七人」とかっていう、まあ、西部劇にですね、舞台を置き換えてですね、やったものが作られてますし、まあ、最近だとですね、それのリメイクっていう形で、マグニフィセントセブンっていうですね、デンゼル・ワシントン主演のものでもリメイクされていると。まあ、それ以外にもね、タイトルで言いた,言いたすときないんですけど、例えば「黄金の七人」とかもそうですし、 まあこうね、序盤で人を集めて何かや一緒にやっていくっていうやつでいうと、ションリー作家とかね、まあ、そういったものもありますよね。それから1955年にですね、生き物の記録ですね、これまああんまり黒騒ぎ作品ではね、メジャー作品じゃないかもしれませんけれども、まあ、本当に原爆に対する恐怖っていうのを描いた作品でですね、主演したですね、三船敏郎が、えっと、70歳ぐらいのですね、おじいさん役をやってるんですね、まあ、非常にまあ見事な不景役というかですね、エネルギッシュなおじいさん役を演じてますね、まあ、個人的にはですね。 まあ日系ブラジル人役を演じたですね、当時ですね、まあ、水爆とかですね、まあ、そういうものもですね、まあ、日本に恐怖としてあったわけですけれども、まさ、あ、にそれがですね、1954年にですね、まあ、ゴジラっていう映画でもね、描かれてるわけなんですけれどもですね、まあ、それ以外にも、この今年には2作品、脚本を担当してると、そして1957年にはですね、まず、蜘蛛の巣城ですね、マクベスをですね、まあ、さにこう、時代劇に置き換えたですね、 の映画ですけれども、まあ、この映画で一番ね。有名な話で言うとまあ、終盤ですね。ま三、あ、船敏郎がですね。まあ、城の中でですね。まあ、こう矢をですね。いられてですね。こう逃げまとうシーンがありますけれども、まあ,あれ、実際にですね。矢がね。撃たれてるんですね。で、まあ本当に撮影が終わった後ですね。三船敏郎はもう。 黒沢にね、俺を殺す気かって言ってね、ぶ、まあ、ち切れたって話もね、有名ですよね。まあ、それからこのどん底っていう映画ですね、これはですね、マクシム・ゴーリキーのですね、まあ、同盟議局のですね、どん底の映画化ですね。まあ、非常になんか低予算で、まあ、撮られた、まあ、非常に黒沢映画にしてはスケジューリングもですね、しっかり守って撮られたっていうことがですね、知られた作品ですね。でそれから1958年にはですね、この隠しトレードの300人ですね。 まあこれも非常にまあ有名な黒澤の時代劇の代表作ですけれども、まあ、この映画はです、ね、ベルリン国際映画祭で銀で、ね、熊賞です、ねまあ、これを受賞しているとで、まあ、この映画もです、ねまあ、いろんな引用があってです、ね、一番代表的なところでいうと「スター・ウォーズ」ですね。 まあこの映画で出てくるですね、2人のですね、キャラクターっていうのがです、ね、うん、スター・ウォーズでいうところの R2D2 と C3PO のキャラクターに引用されてるみたいなですね、話は非常に有名ですね。でこの映画はですね、リメイク版がです、ね、2008年に作られていて、ですね、菊地慎司監督によってですね、まあ、通順主演で作られたりもしていると。そしてですね、1959年です、ねまあこの年で一番、まあ、特筆すべきはですね、クロスアワープロダクションの設立ですね。まあ、ご存知だと思いますけれども、当時のですね、映画会社、まあ、主にまあ5社ありました。 けれども基本的には映画会社がすべてお抱えでしたね、俳優も監督もスタッフも。まあ、そうなると何かあった時にですに、ね、リスクの分散ができないので、まあ、そういう意味で,です、ね、結構俳優とかです、ね、監督とかにです、ねまあ、こういうプロダクションを作らせてです、ね、まあ、そこにこう、ね、こうリスクを分散させるというふうなやり方をしていてです、ねまあ、黒沢明らだけじゃなくてです、ね、まあ、当然、三船敏郎も作ったし、石原裕次郎だって作ったし、まあ、そういう流れのです、ね、中で作られたものがあると。 まあこれが後にですね、まあ、いろんなことになっていくわけですけれども続いて1960年代で,ですね60年に撮ったのがですねまず悪いやつほどよく眠るという映画ですね、まあ、これが先ほど出てきた黒沢プロの第一作目ということですね、まあ、これはですね、まあ、ゼネコンのですね、まあ、こう不祥事のところの話で、まあ、割とこう、ね、地味な年代なんですけども非常にあのよく作られたサスペンスフルなですね、名作なんだったと思いますでこの映画で一番有名なのはあのゴッドファーザーの、まあ、結婚式の冒頭のシーンっていうのが、まあ、この映画の冒頭の で,です、ね、出てくる結婚式をです、ね、新聞記者が見てです、ね、人物紹介していくって流れのところですね、まあ、引用されているというところでよく知られていますよね。 それから1960年のとこに、えー、と、話しておくべきことをですね、東京オリンピックの話なんですけども、まあ、東京オリンピックは1964年なんですけども、まあ、その記録映画を作ることがもうすでに決まっていてですね、まあ、その時にですね、黒沢明にですね、まあ、白羽の矢が立つんですけれども、まあ、予算の問題とかもあってですね、まあ、結果的に黒沢は辞退してですね、最終的に市川昆がやるということが知られてますね。それから1961年にはですね、用心棒ですね。まあ、これは本当に時代劇の名作中の名作ですね。まあ、非常に アクション映画としてもですね、非常にプロットもですね、もう素晴らしく面白くてですね、まあ、午前10時の映画祭でもやってましたけども、まあ、前年の「ですね、悪いやつほどよく眠る」がですね、まあ、内容的なものもあってあんまり当たらなくて、まあ、本当にじゃあもう娯楽作ったらって言って作ったのはこの「用心棒」なんですよね。本当にににもうシンプルに面白い映画になってますよね。 で、これですね。まあ、後にですね。1960年セルジオレオーネ監督のですね。公家の用心棒という映画で、まあ無断にリメイクされているんですね。まあ、話をですね。まあ、西部劇に置き換えてで東方の方がですね。後に訴えてまあ、アジアでのですね。まあ、収益の一部をですね。まあ、東方が得るっていう形になりましたし。 あとはですね、まあ、一応正式な本案としてですね、1996年にですね、ウォルター・ヒル監督がラストワン・スタンディングという形で映画化してますね。それからですね、この「用心棒」のですね、まあ、一応続編的な位置づけとしてですね、1962年にですね、椿三十郎という映画が作られてますね。まあ、続編というかですね、まあ、主人公を演じる三船、まあのキャラクターがまあ一緒だったっていう感じなんですけども、まあ、こちらもですね、用心棒と本当に並び立つ名作に仕上がってるんでですね、まあ、この2つはですね、まあ、せめてセットで見ておきたいなという感じですよね。まあそれから 1963年にはでですすね、ね、天国と地獄三、ねまあ、船がですね、まあ、靴屋のですね、まあ、社長なんですけれども息子が誘拐されたと思ったらですね、実はですね、彼の運転手だった人の息子だったということで人違いだったとで、果たして身の代金を支払うのかとかですね、まあ、その身の代金の支払い方法とかですね、三船がですね、まあ、中心となる前半と犯人を追いかけるですね、中台達也が主な主演になる後半とですね、割とこう二部構成に近いような感じになっていてですね 非常にこうサススペンスとしてもですすね、ね。面白い映画になってます、ね、話し,てきませんでしたけどこの映画までっていうかですねずーっとこう黒澤明はですねモノクロ映画で撮ってたんですけれどもこの映画ではですねあるシーンだけカラーが使われているというですね、まあ、非常にですねこの… 長い黒沢がですね、モノクロにこだわったことがですね、不利になってるですね、まあ面白い場面もありますね。それから1964年にはですね、まあ、このジャコマンド鉄っていうのは一回映画化されてるんですけれども、深作金次のバージョンのですね、まあ脚本ですね。まあ、この映画ではですね、高倉健とかですね、丹波鉄道が出てますね。それから1965年にはですね、赤ひげっていうですね、まあ、赤ひげ先生ですね、まあ、三船敏郎が演じてですね、加、まあ、山優ずとかと共演した作品ですけれども、まあ、この映画がなんと三船敏郎との最後の作品ということで、 酔いどれ天使から始まりですね「赤ひげまで生きる」っていう作品を以外では全て三浦敏郎は主演もしくはまあほぼ主演準主演みたいな形をとってきたんですけれども、まあ、ついに最後の作品になってしまったというふうに言われてますし、まあ、同時にですね東宝との全属契約っていうのもですね解除という形になりましたね、まあ、黒沢はですね、まあ、非常にまあ予算とかをオーバーする撮影日数をですねオーバーすることで有名だったんで まあどうしてもですね、まあ、映画化のちにヒットするっていうことがあったとしてもですね、まあ、東方としてはですね、やっぱりリスクだったわけですよね。で、まあ、その流れで,ですね、まあ、もう独立プロも作っていたのでですね、まあ、専属契約が解除になってしまうっていう話がありますね。で、この日、赤ひげのですねあの終わった後にですね、ハリウッドの話があってですね、暴走機関車ですね、この映画の企画をですねハリウッドとですね、あのどう調整していく形になるんですけれども、なかなかですね、日本の撮影方法とハリウッドのです、ね、撮影方法、 映画の進め方というのが全然違うということでですね、まあ、特に黒沢はリハーサルとかに結構こだわりがあったんですけどもそのリハーサルの概念がですね全然理解されなかったとかですね、まあ、そういうこともあってですね、まあ、頓挫してしまうとで結局黒沢のですね作った原案をもとにです、ね、1985年にですねアンドレイ・コンチャロフスキーによってですねあの監督作品として作られるんですけれどもあの黒沢の意図したところと全然違ったという,うに言われてますね、まあ、この映画ではジョン・ボイトとかがで、ね、主演してますよね まあそれから1968年には、ですね、まあ、後に映画化されます、ですねこのトラトラトラっていうですねあの真珠湾攻撃をですね日本側とそれからアメリカ側、両方から描いた作品というのがありますけれども、それの日本側の演出担当をです、ねえー、任されることになるんですけれども、まあ、撮影がなかなかうまくいかなかったりして、ですね結局降板してしまうと、まあ、ちなみにこの映画は1970年にですね公開されて、ですねアメリカ側がリチャード・オー・フライシャ監督で、日本版はですね増田敏夫と深作金次が担当したことが知られてますね。 それから1969年にはですね、まあ、4期の会っていうのを作るんですね、まあ、この4期の会っていうのはですね黒澤明以外でいうと木下圭介市川紺小林正樹のこの4人で作った会でですね、まあ、今までのですね、まあ、縛りにですねとらわれない映画作品を作っていこうというですねもので作られた会なんですよね、まあ、この会でですね最初に作られた作品っていうのが1970年のですねドデスカデンなんですね まあこの映画は黒澤明にとってですね初のですね、全編フルカラーの作品になったんですけれども結果的には当たらなかったんですよね商業的にはただですね海外では評価されてアカデミー賞の外国語映画賞にノミネートされてるんですね でこの映画で結局うまくいかずにですね、四期の会というのはですね、その後テレビドラマのです、ね、演出の方に行ってですね、まあ、黒沢以外の3人はですね、テレビドラマの監督もするんですけれども、まあ、黒沢はですね、監督することなくですね、四、ま、鬼、あの会は自然と消滅していってしまうというのがですね、知られてますねそれから1971年にはですね、自殺未遂ですね。 まあこれも非常に有名な話なんですけれども、まあ、自殺未遂に近いことはですねそれ以前もあったんですけれども、まあ、なかなかこの4期の会がうまくいかなかったこととかですね、あとはこの1960年代から70年代にかけてっていうのは非常にこの方画化ですね、苦しんだ時期ですね、まあ、そういうような時期も相まって自殺未遂をするんですが、な、ま、ん、あ、とか致命傷なくですね、復活することになるんですね。ただですねこの えと結果的にはですけども赤ひげ以降はですね、まあ、5年おきに作品を作るって感じにしばらくなっていきますね。でその次の作品というのが1975年ですね、まあ、ストレンに招かれてですね「まあ、デルスザーラ」って作品を作るんですね。 まあこの映画はですね、アカデミー賞のですね、なんと外国語映画賞を受賞するんですね。なので、黒沢個人で見ればですね、羅生門以来ですよね。ただですね、これはソ連の作品として撮ってるので、まあ、日本作品が撮ったっていう形には一応なってはないという形ですけれども、2作品連続でアカデミー賞に関係した、ノミネートされると。そして次の作品というのがですね、1980年になるわけですけれども、80年に撮ったのが影武者ですね。まあ、この映画はですね、まあ、日本だけじゃなくてですね、海外でもですね、プロデュースをしてもらってですね、 ジョージ・ルーカス、それからフランシス・ボード・コップラがですね、海外版のですねプロデュースを務めていると。で、この映画ではですね、カン国際映画祭のパルム・ドールを受賞してですね、アカデミー賞ではですね、外国語映画賞ノミネートということで、まあ、黒澤は3作品連続でアカデミー賞の外国賞ノミネートされているということになるんですね。まあ、この映画で有名な話で言うとですね、もともと主演は、あのかつ仁太郎がですね、演じる予定だったんですけれども、 いろいろとです、ね、黒沢と会わずにです、ね、衝突してです、ねまあ、降板することになるとでそのあとに代、ね、役として上がったのがです、ね、中田達也だったわけですねそして次に作られたのが1985年のです、ね「ラン」ですね、まあ、この映画ではアカデミー賞の監督賞にノミネートされてますね、まあ、この映画でも主演は中台達也が務めてますよね あのね、燃え上がる城からの,、ね、あの落城のシーンっていうのは非常に、ね、印象に残りますよね。そして次が,19年次が、ね、1990年になるわけですけれども次がですね1990年になるわけですけれども90年撮ったのが「ですね夢」っていう映画ですね。まあ、この映画、ねねまあ、なかなか映画画はでですすねね黒がななかかもう 作るのにですね、お金集めるのも大変だったということで、ですね、脚本ですね、スピルバーグに送ってですね、な、ま、ん、あ、とか作ったという,ような作品ですよね。まあ、夢っていうのはですね、まあ、合計8話でですね、構成されたオムニバス映画になってますね。その中でですね、ゴッホーですね、出てくるんですけども、それをですね、ス,ポスコセッシが演じているというところもですね、夢、まあ、なところですよねで。そしてこの同じ年にですね、アカデミー賞の名誉賞を受賞するんですね、個人として。でこの時にですね、その賞を手渡したのがスティーブン・スピルバーグとジョージ・ルーカスなんですね。 まあ、この時の映像とかは YouTube とかにも残ってますけれども、黒沢明って182センチ身長があってですね、まあ、スピルェイグとかですね、ジョージ・ルーカスって確か身長170センチ台前半なんで、本当に外国人よりもですね、結構巨人のですね、黒沢っていうのがすごく目立つんですね、授賞式の様子を見てるとですね、まあ、本当に国際的にも評価されてるってことが、まあ、名誉賞を取るっていうところから分かりますよね。それからですね、1991年にはですね、8月のラプソディっていうですね、映画を作るんですね、まあ、この時ですね、外国人が出てくるのがですね、 リチャードギアなんですけどねまあ、当初はですねジン・ハクマが想定されたって話を知られてますねまあ、それからですね1903年がですねマーダだよっていう作品ですねまあ、これが一作になるわけですけれども、まあ、松村達夫がですね主人公でまころジョージとか出てますよね ま,あ、まだ,だよっていうのがですね、まあ、まだまだ遺作にならないよみたいな感じの意味合いにも取れるんですけどね。まあ、後にね、こういろいろな作品もね、まだまだ考えたって話もあるんですけどね。で、1998年にですね、まあ、88歳で亡くなられると。で、没後にですね、国民栄誉賞を受賞するということでですね。 映画監督として国民栄誉賞を受賞したのはまあ初めてだったというところが知られていると、まあ、いうところでですね、まあ、非常に若手の頃からですね、まあ、90年代までちょっと取り上げてみましたけれどもこうやって振り返ってみるとやっぱり三船との出会い4 0年 年それから三船との終わりの65年までっていうのがやっぱり一つの時代ですよね。でそこからですねまあ、ちょっと文芸的な路線というかですね今までみたいな娯楽路線からはですねちょっと外れるっていうですねまあ晩年という形でですね、まあ、結構好みとかも分かれるんですけれども、まあ、特にやっぱり50年代の特に生きるとかですね7人の侍とかかこしとりでの3悪人とかあるいは60年代前半、ね、の椿三十郎とかですね用心棒とか天国と地獄とか赤ひげとか、まあ、この辺りっていうのは分かりやすい 面白い映画に仕上がってるんで、まあ、そういうところはまあ本当に日本を代表する監督の代表作として見るべきですしあとはやっぱり70年代以降っていうのはやっぱり黒澤のその苦労とかがですね、まあ、やっぱりこう映像にも物に出てたりもしてるので、まあ、そういうところを分かった上でやっぱり楽しむべきかなという感じで。 まあ初心者がねいきなり出るスーザーラーとか見ると大変なことにはなると思うんですけれども、まあ、そういった黒澤ーー作品ですね、まあ、視聴方法ということで言うとですね、まあ、動画配信サービスでは比較的、まあ、特に u ー n e x t とか、まあ、その辺りだとあの配信されてる映画はまあちょこちょこあるかなという感じですよね。 まあレンタルでも見られるしまあ、あとは購入するかって形なんですけれどもまあ、特にレンタルだと今まだ DVD でしか置いてないと思うんですけど特にですね黒沢は同時撮りにこだわった人なので特に初期の作品はですね結構音声が聞き取りづらいっていうのはありますねでそれを鑑みてですね結構この DVD にはですね日本語の字幕もついてるんですねなので特にまあ 雲の巣性ぐらいまでだったらですね、まあ、字幕つけてみた方がまあはっきりとわかるかなっていう感じはしますね。まあ日本映画なんでそういうのつけてみたくはないんですけどね。 で結構、午前10時の映画祭もそうですけど、かなり映像、それから音声、クリアにしてですね公開されてきてて、ですね、まあ、特に、まあ、野良犬とか、7、まあ、人の侍とかって、午前10時の映画祭でも上映されましたけど、7人の侍とかは最初に DVD で見たときと比べると、明らかに見やすく、聞きやすくなってるかなという感じをしてるので。 まあ限界はあるかもしれませんけど、徐々にこうね、メディア化されるたびにですね、改善はされてきてるのかなという気はしますよね。まあ、それから購入って意味で言うと、まあ、基本的に DVD、それからブルーレイも出てますので、 まあ買ううなならブルーレイかとという感じははしますすよね。まあ、あとはですね、まあで黒澤に関連するです、ね、ものに関してはまあ書籍とかねもう本当に様々出てるので、まあ、そういうもので細かく追っていくのがいいのかなという感じはしますが、まあ、黒澤っていうとねもう世界の黒澤として本当に親しまれた映画監督で未だにね彼を超えるような監督っていうのはなかなか出てこないとは思うんですけれどもまたねこう午前10時の映画祭みたいな映画祭やなんかでですね彼の作品をまた映画館とかで楽しめる時がですねまたたくさんあるといいなというふうに思ってます。 おりますということで動画の方を締めたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。